どうもリンクチャンネルの横山です。今日はですね、レディースの方がですね、やってしまいがちな直した方がいい5つのことを、お話ししていきたいなと思います。そうですね、まあ、私も、普段講習会であったり、普段の教室でですね、レディースの方の指導をさせていただく機会が、もちろんあるんですけど、まあ、その中で、気づいたこと、まあ、たくさん本当はあるんですけど、まあ、今日は5つに絞って、お話をしていきたいなと思います。はい、それでは1つ目、1つ目はですね、まあこれも本当ね、誰でも分かると思うんですけど、レディースの傘って台にくっつきやすいんですね。本当にペタッとくっついて、で深いボールが来たら詰まって打てないとかね、つっつき、ね、レシーブした後につっつきがフォアに来ました、ドライブ打ちたいっていう時に下がりきれずに体の横でこうやって持ち上げて、まあ、うまくドライブが打てないとかね、っていうことがすごく多いなっていうふうに、普段から感じているので、まあ、それうちに来てくださっているお客さんには、いつも近いですよって注意というかね、指導をさせていただいてるんですが、はい、っていうことは多分全国の皆さん、レディースの方々は、台にくっつきやすいんじゃないのかなと、まあ憶測ですけどね、うん、でこれね、難しいところではあるんですよね。まあ台にくっつけばこうね、広がる範囲が、動く範囲が狭くなって、速いタイミングで打球ができるっていう、まあ利点もあるんですが、この反面なんかこうね、難しくなることの方が多いんじゃないのかなと私的にはこう感じていて、まあ、極端なこと言うと、最悪ですよ、床に落ちるまでに返球すれば卓球っていいので、別に自分の台について上がってきて落ちるまでのどこかを打てばいいんですね。なんですけど、やっぱりね、ついてすぐパパパパってこうで、深いボール詰まって打てないとかね、ミスしてしまうっていうことが非常に多く見られるので、女性の方は前陣速攻の方多いと思うんですね。で、前陣イコール台にへばりつくではないっていうことを少し頭に置いてですね、やってもらいたいなと。なので手が体の前にあって、体の全て前で処理をする、速い打球点で、これはいいんですね。詰まらなければいいっていう考えでいいと思うので、台からある程度距離を取って基本姿勢構えた時点でラケットが台に当たらないぐらいが、まあ、ベストなんじゃないのかなと思うので、また明日からですね、この動画を見てくださった方が練習する際にはですね、今そうか、コロナでなかなか練習はできないかもしれないんですけど、まあ、次回練習する際にですね、ちょっと自分の立ち位置っていうところを、今一度確認してもらえればいいのかなと思います。はい、それでは2つ目ですね。2つ目はですね、フォアハンドとバックハンドのグリップを大きく変えやすいということですね。で、これ、まあ、もちろんね、本来であればフォアハンドが打ちやすい握りではフォアハンドを打って、バックに来たらバックハンドをグリップに切り替えて、バックが打ちやすい握りにして打つっていうのが、まあ、世界のトッププレーヤーなんかはね、そうしてる人が多いっていうのは事実。ただそれをレディースの方が、やろうとした場合、もちろんね、手先が器用とか不器用とかあると思うんですけど、なかなか瞬時に速い、特にね、女性の卓球はある、ね、男性に比べてピッチが速いので、その分切り替え、フォアに来たらパッとグリップ変えて、バックに来たらパッのグリップに変えてっていうのは、私の意見としては少し難しいのではないかな。猛烈に練習を積めばもちろんできなくはないとは思うんですけど、ね、家庭があったりとか、ね、プライベートな時間もある中で、その中で練習を限られた時間の中でやるってなった時に、このグリップの切り替えっていうのは間に合わないんじゃないかなと私は思います。まあ多少の変化はもちろんあっていいです。大きく変わらなければラリーの中で遅れなければいいわけで、そのぐらい多少の誤差はもちろんあっていいんですけど、意識の中では基本的にはフォアとバックを同じ握りで切り返しができるようになった方がスムーズに前面を、カバーできるのではないかなと、私の、ね、個人の意見ですから、そう感じておりますので、まあ、そこもちょっと見直してもらえればいいのかなと思います。
それでは3つ目ですね。3つ目なんですけど、3つ目はループドライブイコール打たれるって皆さんよく言われるんですね。で、下回転コーンってフォアに突かれて深い、もうこれ突き、逆に打つ、突きを仕返すのも難しいっていう時はもうね、ループかけていいじゃないですかっていう話は普段ねよくするんですけど、でもループしたらパカーンって打たれるんですっていう話を今までよく聞いてきたんですけど、そんなことはないと思います。なんかここでループドライブをするにあたって大事なことっていうのは、本当にそれはループドライブになっていたかどうかということと、打つコースですね、ループドライブのコースが打たれないようなコースにちゃんと打てていたかどうかというところが重要になってくるのかなと思います。もちろんですね、回転量の少ないドライブをで、弧線の高い少し山なりのボールを相手のフォアに行ってしまうと、これは打たれます。入るかどうかは別として置いといて、打たれることは打たれますね。で、一回打たれるともう怖くてドライブできなくなりますっていう、で、もうループして打たれるぐらいならもう自分で決めにというかね、速いボールを打ちに行った方がいいんじゃないかっていう選択をする方ね、多くいると思うんですが、そんなことはない。なのでループドライブで大事なことは、まずある程度ある一定の回転量は必要になってくる、ついたらちょっとプッて伸びてきたりとか、相手が触ったらちょっとオーバーミスしてくれるようなドライブが打てれば、これはまあ一番いいですね。っていうのとコースですね。バックに少し高めの山なりのボールを打てれば、それをパーンっていける方っていうのは間違いなく少ない。特にフォアサイドに突かれてストレートに、だいたいフォアに突くとフォアを皆さん待ちますよね。その中でバックに高いループドライバー来た時にパーンっていけるっていうのは考えにくいのかなと思います。もちろんね、目をつぶってハッタリでバーンって打つことはあるかもしれませんけど、基本的には逆を突かれたようなモーションでこう触りブロックしに来てくれるのが多いんじゃないかなと思うので、速いドライブを打ちに行くっていうのはなかなか難しいので、相手の突きが厳しいボールがフォアに来た際にはですね、相手のバックに少し山なりでいいので回転量の少し多いボールをかけれるととても有効だと思うので、しっかり練習してみてください。はい、それでは4つ目ですね。4つ目なんですけど、3つ目の話に通ずるものがあるんですが、下回転打ちが苦手な方っていうのが多いのがレディースの方ね。もちろん下回転ってある程度の力が必要であったりね、さっきの話ですけどではないですけど、ドライブしたら打たれるのが怖いとかね、下回転を持ち上げるっていうことに、多少なりともちょっと苦手意識というかねがある方っていうのはすごく多いと思うんですね。なのに自分は下回転系のサーブを出す人がほとんどだっていうことですね。それが4つ目ですね、はい、そうなんですね。レディースの方、下回転打ち苦手な方多いので、普段私レッスンの時に、ドライブの練習しっかり、やるようにはしてるんですけど、でも上回転のラリーしたらすごく上手な方ってたくさんいるんですけどね。でもなぜかナックル系とか下回転サーブから攻めて、で、突きが来たら自分で打ちに行ってミスをするっていう展開がすごく多い。なのでもう少し短い上回転、まあ以前紹介した短い上回転系のサーブであったり、まあロングサーブですね、上回転系のロングサーブをうまく、もうだから上回転系だけで十分試合が成立するというか、そっちの方が勝つことに関して、近づけるんじゃないのかなと私自身は感じております。はい、なのでもちろん先ほどお話しした下回転をかけるコースであったりループドライブの練習っていうのはすごく大事になってくると思うんですけど、短い横上回転系、そんなに強烈な回転はいらないので、つついたらポンって上がってくるようなサーブを覚えることと、前面に、少しタイミングの速い球足の速いロングサーブ、上回転系のロングサーブを出せることによって皆さんの得意なパターンにつながるんじゃないのかなと、わざわざ下回転系が苦手なのに下回転から始める必要はないなと私は思いますので、そこも少し、サーブを出すときに注意してみてください。はい、では最後にですね、5つ目ですね。5つ目はですね、
右足、まあ右利きの人はですね、右足が出やすいということですね。まあこれはね、まあレディースの方だけではないんですけどね、ラケットハンドの方の足が出やすいっていうのは、まあでもレディースの方の特徴なのかなと思います。なので、まあ、まあバックの時からですね、バックハンドを打って右利きの人ちょっと右足が前に出てしまう、でいきなりフォアに飛ばされるというかね、振られた時にどうしても足がもう左足が動きにくくなるんですね、やっぱり、がもし動いたとしても斜め前に切り込んで入ってしまうので、フォアサイドがやっぱり苦手な方っていうのが増えてしまう。まあなので絶対に左足が前、右足後ろじゃないと動けませんよっていうことではないんですけど、平行足ぐらいには留めておきたい。まあ左右にパッパッパッパってこう2歩動ければ十分だと思うんですけどね、交差する必要はないと思うんですけど、うん、やっぱり右足、右利きの選手方が、右足逆足になってしまうっていうのはすごくね、動きを制限されてしまったり、本来であれば、まあ、バックの方が体の前、フォアハンドは少し斜め後ろ、まあ、体の前ではあるんですけど、バックのポイントよりも少し後ろでもいいと思うんですね。なのでバックが前、フォアがちょっと後ろっていうのが、まあ、バックが体の前で打ってフォアは多少遅れてもいいっていう意識で、前面対前面ができると少しフォアに余裕が持てるんですけど、でも女性の方こう逆足になりやすいっていうことは、バックよりもフォアの方がこう前になってしまいやすいんですね。でこうなるとフォア遅れてはいけなくなってしまう、もう全て体の前でババってこう処理しないと、早い打球で、ね、処理しないといけなくなってしまう、となると今度バックが空いてしまうんですね。なので全体の機能を落としてしまいやすいのかなと思うので、まあ理想はちょっとだけ左足前、右足が後ろで、フォアちょっと多少遅れても余裕を持って打ち返せるよっていう意識の方が前面になった時にうまく機能するのかなと、思いますので、まあ、そこもですねちょっと普段の練習だったり試合の時にどうなっているかっていうのを少し意識してもらって、もし逆足になっている場合はちょっと平行足に戻すとか、左足を少し前に持ってくるように、意識して練習できれば、いいのかなと思います。はい、今日お伝えした5つのことですね、女性がレディースの方ですね、レディースの方が、やってしまいがちな、まあ、ミスではないんですけどなりやすい傾向、5つのことをね、紹介させていただきました。はい、まあ、本当はもっとねたくさんいろいろあるとは思うんですが、まあ、共通して言えるのは今の5つが多いのかなと思いますので、まあ、1つでも当てはまる方がいれば日頃の練習で、ちょっともし直せるのであればね直していただいて、できるだけ、大会で皆さんに活躍してもらえれば私としても嬉しいなと思いますので、はい、頑張ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。